スイアリです。スイ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 なんでもありですね。うなあぶね、私ちょっと待ってた今失礼しました。はい、じゃあということでファーストラブですね。ファーストラブです。はい、そう、この曲の難しいところは、はい、低い低い、うん、で上は高い高い、なんやねんっていうところです。じゃあ、はい、いつものやついきましょう。せーの、はい。まあ A しゃくり B しゃくりはこういうバラードは当たり前にありますよ、うんうん、ね、ありますよ。これがビブラートがさ、もう彼女さ、昔のビブラートめっちゃ細かいから、うん、あ、やっぱそうですよね。なんか全部言ってるぐらいですよね。そうそう、新しい歌ってなっとる。バラード全部これ珍しいパターンですね。そう、もう分からんからドワーって感じ。面白い。そう、もうビブラートはねちょっと細かいので、はい、これを真似しちゃうと、うんうん、音程が安定しなくなっちゃう人とか多分多いと思うから。そうですよね、うん、不安定に聞こえますよね。そう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 、だったらなんかね、お尻だけドゥルンって入れた方がいいかなとは思うよ。うん、なるほどなるほど。うん、完璧コピーすりゃいいっていうわけでもないこともありますね。そう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 、うん、あとまあ、H があるね。あい、あ、あい。そう、ね、うん、ヒューエアもあるよ。え、ヒューエアなんですか。うん、そうそうそう。で、あの歌詞がさ、はい、ね、言ってないだろその言葉ってやつがね出てくるよね。え、うん、どういうことですか。だろうってやつ。あはは、だいだはでしょ。口ろうって言ってないもん。確かに、うん。これどう言っていいか私も恥ずかしくなっちゃいます。だはでしょ。だはって言うんですか。うん、なんかごめんって感じだ。え。ごめんって誰に。よし、じゃあ、はい、頭いきましょう、はい、せーの、はい、うん、まずフェイクがね、あ、うん、はい、なんなんだなんなんだ、はい、だよね。こういうフェイクからコピーしたいですよね。うん、うん、そうね、こういうとこですもんね。なんかこうフェイクってさ、みんなそのあーとかうーとか言わなきゃいけないと思ってるけど、うんうん、結局はねこういうのって言葉にできないエトセトラだから、うん、あんまり言葉みたいな感じっていうよりはふんふんふん言ってる感じ、あーなーみたいな。そうそうそう、うん、でみんな頑張って音程をちゃんと取ろうとするじゃん、うんうんうん、それはねあかん。あかんですか。そう、なんかあのイエーイイエーイとかもそうだけど、それはそうですね。そう、なんかね、あの取ってつけたように、これもなんかメロディーと同じ状態にしてもらうよりは、今みたい、さっきみたいにうーってした方がいい、うん、音は取るけどもっていう感じですか。そう、なん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 、何言ってるか分かんじゃん。なんなんって言ったらもう、そうだ、そう、はんなんなダメはい、そう、もう言葉にできないエトセトラだっていうのは分かってもらえるね、うんうん、はい、分かりました。ほい、で息の吸う場所も、うんうん、ちょっと今ね私たちの、 あのカンペでは、あのごめん、うん、息の場所肩を忘れた、はい、あの息の吸う場所が全然違うので、へー、うん、まず、はい、さあって吸うのよ。そうだ、こういうのが斬新だったんだ。そう、が出てきた時、うん、すごいですよね、リズムの取り方。さあで吸うよ。さあ、えってなさあ何みたいな。そう、すごいなー、うん、さあでちょっと抜くのね、息で、さあさあ、そう、あで、いこんのこんの、そう、これうんがつく、うん、ね、そう、これがやっぱり向こうの人っぽいよね、歌が、ね、あ、なるほどな、うん、なるほどな。で、キスす、そう、すで、ね、わたばバ、でまた吸う、たばってキスはたば、バ、そう、このこのって、この、うん、でこのでしゃくる、うん、このフェイバーがしーたーになる、しーたー、でここほらほらほらってなっとるじゃん、めちゃくちゃ入ってます、ね、でここの皆さんだったら多分真っ赤になってると思うんだけど、うんうん、たば
このフェイダーがしたなの揺れながら上シャッフルも入るんだ。そう、全部揺れるブルって揺れてるから。すごいな。うん、まあお尻だけでいいと思うよ。タバコのフェイダーがしたうん。で、にがです。また。くーてせつん。つん。うん、そうそう。ない。ない。うん。か、かおり。全部あるもん。やると怖く見えちゃう。聞こえちゃいますね、そうそうそう、なんか。かおり。って、そうそう。またあれです。あ、怒られる。そう。じゃあ、ここ行ってみましょう。はい。低いとこからね。はい、さあだけど、ふーってしたらいいようにね、うん。低いからって言って、さーってやっちゃダメだから、うん、ちょっとさらっと置く感じ。あんまりこう頑張って息を出さない感じ。うんうんうん、じゃあ行ってみます。はい。そん。あ、なーから。あ、お願いします。そん。はい。なんなんなー。なんなんなじゃんじゃんプルンプルンプルンさあインゴのキスはタバコのフェイバーがした苦くて切ない香り、はい、もう終わっちゃったじゃあ次いきます、せーの、はい、じゃあ、明日の、だね。うん。で、いい、いい、そう。まころには、ビブラートしながらだね。うん。あなたは、これ結構、しゃくってますね。うん。あなたは、で、どこに、で、いるんだろう、だね。上しゃっくり。はい。誰を、で、また吸って、思ってるんだ、はーだね。もう絶対はーって言ってる。これ、大友康平、だひゃーって言ってるんですよ。ひゃー、はい。なんかの番組で大友康平に歌わせたら、だひゃー大爆笑。いいです。だひゃーめちゃめちゃ面白かった。めちゃおもろいな、それ。え、見よ。なんか YouTube で聞いて。絶対あります。絶対あります。はい、よしよし。じゃあ、ここ歌ってみましょう。はい。1,2,3 はい。明日の今頃には、あなたはどこにいるんだろう。誰を思ってるんだ。うま。素敵。素敵です。いいよ。じゃあ次、せーの。はい。ま、もう彼女はネイティブなので。なるほど。英語がね。そうですね。You always go なのは。あ、もうちゃんと言ってるんですね。うん。You are raw ね。本当はね。raw。うん。You're always。うん。だけど、まあ、you always でいいと思う。はい。うん。許していただいて。うん。うん。with gonna。gonna。うん。be my love。もうこれ。うん、ずっと Be my love Be my love そうそうそう、すごいよね、すごい、もうだってこうなってるもんね歌い方も、いやそうか、うん、そっか、ちょっと見よう、うん、でいつかがいつかのうーってなってるもんだと、うん、誰かとまた恋恋では知っても、あ、外人さんっぽいですね。そう。コーウェイリーなんですね。そう。で、あ、そう、I remember to love なんだわ。to love、うん、じゃんけ、to love、ね、うん、you told me how、うん、you, あ、you が、you are always gonna be the one。難しい。ねえ。たまんなんですね、うん。そうなの。今はまだ悲しいラブソング。これも全部こうなっとるの。すごいなぁ。これコピーするの難しいですね。無理だよ。ビブラートは無理だと思う。うん。ね、うん。
で新しい歌歌えるまでだね。そうか。うん、そう。じゃやっぱりちょっと英語っぽい。英語っぽいですね。子、う、音、ん、がなんか立ってる感じが。そうなのよ。ツーとかツー本トゥーとか。ツーだっていうところがやっぱそうですよね。ツーがね、そう。一瞬流行ったのよ、ツーが。あ、そうなんですか？うん。あ、それはあの、ヒッキーのあれじゃないですか？ワン、ツーとか。ワン、ツー。そう、本当にね、なんかね、ツーが流行った時期があった。うん。あるんですね、そう。流行りか。そう。なんかイギリス英語とね、アメリカ英語の違いなんだけど、ツーとかツーとか。ツーって言うんですか？とか。イギリス。ツー、うん。アメリカの方。アメリカは2って言うんですか、うん、ああ、そうなんですね。そうそう。へぇ、うん、そうなのよ。じゃあ、サビ行ってみよう。お願いします。じゃん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 、さん、し、はい。You will always gonna be my love. いつか誰かとまた恋に落ちても。I remember to love you told me howYou will always gonna be there when 今はまだ悲しいラブソング新しい歌歌えるまで。あかん、これね、やっぱビブラートに惑わされるとやれなのでビブラートは私はい入れませんはい。じゃあ全部歌ってみるなり。はい。魔女の条件のやつですか。はい。はい。いきます。ちゃん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 さん。はい。なんなんだ。なんなんだ。はい。ちゃんちゃん。トゥルントゥン。さあ。インゴのキスはたばこのフェイバーがした苦くて切ない香りじゃんじゃん明日の今頃にはあなたはどこにいるんだろう誰を思ってるんだうんだんじだ You are always gonna be my love いつか誰かとまた恋に落ちても I remember to love you told me howYou are always gonna be the one 今はまだ悲しいラブソング新しい歌歌えるまでああよかったよかったもうねよかった酸欠よそういうそうそう、それも本当にやっぱりねビブラートに気を取られちゃダメです。めちゃめちゃ面白い。めちゃめちゃ良かったです。あざっす。はい。ということで、できましたよ。ありがとうございます。はい。ということでこの動画を気に入ってくださった方はいいねボタンとチャンネル登録とバイバイお願いします。あの服脱ぎましたが、あそうですね。服脱いでしょ。まあでもちょっと緑ですよね。だよね。そうそうそうなんだわ。衣替えです。そうでございます。衣替えが必要です。はい、よろぴこんでございます。お願いします。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。せーの。これかかっとるってバレます。いつものいつものがやばいやばいやばい。大事ですね。はい、世を忍ぶ仮の姿に、なりました。ちょうど出ますね。
そうそうそう。そうそう。かわいい。お願いします。お願いします。はい。あの、脱ぎました。暑い。でも、冬、これから寒くなりますからね。そう。だから、そしたら体だけ着よっか。頭は溶かして。不思議ですよね。なんか制服みたいな感じがあるんですね。なんかね、もうなんかいいかなと思って。あ、本当ですか？うん、たまに着るよ。たまに着るんですか？たまに着る。なんかイベントの時とかさ。そうですね。うん、ああ、来たな、みたいな感じ。そうそうそう。もうすぐ3万人じゃん。すごい！ね。3万人もご登録いただいて。ありがとうございます、もう本当に。さすがにさ、はい、3万になったら、はい、ちゃんと生配信しようか。さすがにしましょう。もうなんかスルスル詐欺になってるんで。スルスル詐欺してる。そうですね、うん、3万になったら生配信ですね。そうね。あそこ外見えるところでやります。観覧車集います。マジで？すごいね、ナウで？ラジオ放送みたいですよね。なんかまあまあなんか。おで、くっちゃべりながら食べとる。食べながら。確かに何やっとんだろうみたいな感じ。ねえ。ちょっと難しい曲の分析と好きなやつととかってやって。ああ、いいね。うんざいとか言いながら。いいね。こう二人でくっちゃべってんの。あ、そうそうそう。どうでもいい。ほぼ雑談。あ、それいいね。ありかもしれない、ね。ありかもしれんね。うんまあ、いつも、公開、なんか公開収録みたいな感じですか、うん、よくありますよね、うん。ある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 。うん。公開収録な。皆さん。そうね。北海道あたりから来てくれるかな。つるさん。こんだろう。白い恋人持って。大好きなんですよ、あれ。美味しいね。美味しいですよ。あれ大好きなんですよ。ね、今日どっちからします？ああ、どうしよう。こっちからですかね。あ、はい。ということで。今日は、うん。まずは私のリクエストですね。はい。ファーストラブです。うん、なんでだろう。これは本当に歌いたいって子多いです。あ、そうなの？なんか一回ドラマあったじゃないですか、最近。昔のじゃなくて。で、それでかな、本当に中高生でも知ってて、やっぱ上手い子がちょっと歌う曲みたいな風になってて、歌いたい女子が多かったんですよ。本当？そうなんです、そうなんです。あ、これ、すごい下低いし、上はすごい高いし。大変ですね。大変。本当に。宇多田さんようやりますよね。いやもう、あのね、天才よ。天才なんでしょうね。本当に。やっぱりそうなんだろうな、うん。まあね、恵子さんのね、娘さんですからね。そうですね、うん。なんか大変な人生だろうとは思うんですが。まあね。うん、今またなんかいい感じのね、はい、その、新婦出し感覚だよね。うんあ、そうなんですね。新婦出してるんですね。そうそう、ちょいちょいね、なんかタイアップが多いよね。あ、なるほど、なるほど、うん。なんかノーマークですけど。でもやっぱりなんか、すごいですよね。うん。すっごい不思議な曲書いてる。ああ。歌詞もやっぱり、不思議な感じなんですよね、うん。特にまた不思議になってきたね。こんだけはストレートだけど。確かに。うん。なんかやっぱり、いろいろ。やっぱりね、その、大人になるから、うん、言葉、数をね、なんか減らしてギュッてさしてる。あー、難しくしてるわけじゃなくて。そうそう、もう、うん。頭の中で多分ね、いろいろ、なんかギュッてしてるんだろうね。天才がやるやつですね。まあね、そうね。もう深くて読み取れんのだろうな、私、クラスは。そうね。なんかほら、あの、松本中井でさ、あの、筆記出た時にさ、言ってて、うん、歌詞の書き方とか言って。へうん。なんですか考えるんですかうん。やっぱり、あれだって、お笑いと一緒だって言ってた。うん。これとこれはなんか言わずにも、ちゃんとわかるように、ここお笑いみたいなのを入れたりとか、そうだって。違う言い方をするならこうとか。あ、じゃあ結構ロジカルに考えてるんですね。そう。で、しかもあれだって、自分がイメージしたやつ、うんうんうん、その本当に経験したわけじゃないことがほぼだって。うんうん、あ、そうなんですか？言ってた。私そのお母様がね、亡くなられてたりとか、ほぼほぼそういう経験談をやられてるのかと思ってた。ほぼ想像なんですか？すげえ世界線生きてますね。ねえ。すげえ。ねえ。でも感受性が豊かだからそう想像できて書けるのかな。まあ、だからさ、それがさ、なんていうの？例えばよ、カラオケがすごい好きな人は、うん、会社で会ったことを、
感情をさ、表現するのにさ、ストレス発散がカラオケになるじゃん。多分ね、それと同じことだと思うよ。だってうちらもそうじゃん。なんか、仕事だけど、これで発散できる時もあるでしょ。そうですね。好きですからね。そう、結局それなんだわ。それが私たちはボイストレーナーだけど、彼女は歌だったけど。ああ、作って、書いてが、まあ感情表現の一つとして。そういうこと、そういうこと。なるほどな。多分整理するのが好きとか、書くのが好きとかね。だって、おるじゃん、生徒さんでもさ、すごい絵ずっと書いてて、その人が本のほら、表紙になったこと、ったさ、挿絵になった子ね。そう、います。そう。だから、そういうことだと、うちらから見たらさ、よう絵なんか書くよねってなるじゃん。仕事で疲れて帰ってきてさ。でも、結局好きなんですもん。そういうこと。好きこそもののってことですね。まあ、だからなんか、努力してるとか、そういうんじゃないんでしょうね。そう。うん。で、途中で、本当に好きかどうか分からんくなって、で、人間やり直したんじゃん、彼女は。人間やり直してるんですか？あの人だってほら、人間やり直しますって言って一回休止したじゃん。知らなかった。そう。休止はしてましたけど。うん。だからね、13とか15とかさ、あの時からもう、そう。だから、人間やり直したいとか言って。何してたんだろう。あの、ずっと、パリかなんか向こうの方におったよね。海外いましたね。で、普通の生活して、なんかこう、浄化されたんですかね。そう。あとね、子育てもしてるもんね。確かに。そう。で、多分ね、子供も大きくなって、ね、だいぶ楽ちんにはなってると思うけど。戻ってこようと思ったのもすごいですね。うん。結構大変そうですよね。だって、安室奈美恵ちゃん多分もう戻ってこないですよね。戻ってこない。絶対持ってこないですよね。あの人はもうやり直すっていうかもう、やり尽くしたからもういいみたいな感じですよね。いやもう絶対体型維持が大変なんだってさ。そりゃそうですよね。あとあの体力。めちゃめちゃストイックって言いますしね。いや、すごいですよね。確かに。もう前も言ったよね。ABEX の時に私聞いたことがあるんだけど、ABEX のアカデミーだからさ、安室ちゃんがね、ブリッジしながら、人乗せて歌う練習してんだよ。やば、怖っ。やばいっしょ。そうなんです。まあ、鍛わるんですから。そうね。やってみようかな。マジで、最近ボクササイズやってると思った。今度はなんか、振ってみたら、ブリッジしてんの？怖いですよね。エクソシストみたいです。ちょっとやだ。何どうしたみたいな。ついに、人間やり直そうと思って。やばい。怖いよ。何でもね、あのちょっとすごい話また長くなっちゃう。本当だね。今日はもう時間がね、ちょっとあれなんで。ちょっと2回目とかのね、あの MC が短すぎていつも。MC10 分ぐらい違うから。確かにそうですね。そう。さあ行きましょう。はい、行きましょう。うんと。ええ、ありがとうございます。OK。行きます。はい。せーの。